ところで、ある行為を公称で高慢な行為として表彰する方が、その行為を厳粛な道徳的法則に対する関係において義務として表彰するよりも、動機としては主観的に一層強く心を動かす力を持つかどうかということを実例について調べてみよう。何人かが非常な危険を冒して、難破船から乗客や乗組員を救出しようとして、結局自分の生命を失うとしたら、この行為は、一方では確かに義務とみなされるが、しかし他方では、そしてまた大方の場合は功績ある行為ともみなされる。ところで、我々がこの行為を尊重する念は、自分自身に対する義務という観念によって、著しく弱められる。この場合には、自分自身に対する義務がいくらか毀損されるように思われるからである。ところで、もっと決定的な例は、祖国を護持するために、高潔な神事から自分の生命を犠牲に供するような場合である。しかし、他から命令されるのではなくて、自発的にかかる目的に献身することが、果たして自分自身に対する完全義務と言えるかどうかについては、なお、幾ばくかの疑念が残されている。つまり、このような行為は、模範としての、また人をして模倣せしめる動機としての力を十分に備えていないのである。しかしながら、かかる行為が絶対的に必然的な義務であり、これに違反することは、とりも直さず道徳的法則そのものを毀損することであり、またこの法則の神聖性を踏みにじることであり、かかる義務に比すれば人間の幸福は物の数でないとするならば、このような義務は神に対する義務と呼ばれるのが通例である。それは我々が神を具体化された神聖性の理想と考えるからである。我々はおよそ我々の持つ傾向性の中でも我々に最も切実な傾向性、自分の生命を愛するというにとって何らかの価値を持つ一切のものを犠牲に供してまでもひたすら道徳的法則を遵法することに対してこの上もなく完全な尊敬を捧げることになる。そしてこの場合に人間の本性はおよそ自然が何かにつけて義務や道徳的法則に違反させようとしたがる動機をかくも潔く超越しうる力を持つものであるということを実例によって確信することができるならば、我々は自分の心がこのような実例によって強化され、また高揚されることを知るのである。ユベナリスがかかる例を残奏法で描写した四句は、義務の純粋な法則のうちに義務として宿っている動機の力を読者にまざまざと感じさせるであろう。君は良き兵士、良き貢献人、また平等な審判者であれ。もし君が疑わしく、また不確実な事件の証人として召喚されることがあったならば、たとえファラリスが君に偽れと命じ、お牛を引き来たりて偽証を命じようとも、名誉よりは正を選んで、ただいたずらに生きんがために正をして初めて生きるに値するものたらしめるところの、最も大切なものを失脚することこそ、最大の不正と思いたまえ。功績には我々にこびるような何かあるものが付きまとっている。そこでもし我々が自分を嬉しがらせるこのようなものを幾分でも我々の行為の動機の中へ持ち込むようなことをしたら、その場合の動機にはすでに幾分か慈愛の念が混じっている。したがってまた感性の側からいくらか援助を受けているわけである。しかし、義務の神聖性を重視して、諸他一切のものを軽視すること、また我々自身の理性があることを理性の命令として承認し、そのことをなすべし、ぞれん、と命ずるがゆえに我々はそのことをなしうる、去年という意識を持つことは、いわば感性そのものを完全に超越することを意味する。そしてそのような意識の中では法則が、感性を支配する能力を持つ動機として、客観的法則を主観的にも実践的たらしめるという効果と、不可分離的に結びついているのである。もっとも、実際には必ずしも常にこのような効果を伴うというわけにはいかないが、
しかしいずれにせよこの効果はかかる動機としばしば関わりを持つことによって最初はこの動機の使用を少しずつ試みるだけであるがやがてこのような効果を実現せしめるうるものであるという期待を生ぜしめ次第に我々の心の内に道徳的法則に対する最大のとはいえまた純粋な道徳的関心を発生せしめるようになるのである。それだから純粋実践理性における方法は次のような過程を取ることになる。我々がまず第一になさねばならないのは我々自身の一切の行為に関してはもとより他人の一切の自由な行為を観察する場合にも常にこれを道徳的法則に従って判定することを日常の仕事にするいわば習慣にするということである。次にこれらの行為は客観的に道徳的法則に合致しているかどうか、また合致しているとすればいかなる道徳的法則に合致しているかをまず問うことによってこの制定を厳格にすることである。こうして単に責務の根拠を客観的に与えるだけの法則から実際に責務を主観的に課する法則を責務の法則を義務の法則からを区別するところのものに注意を向け、例えば人間の必要が私に要求するところのものの法則、自然法則と人間の権利が私に要求するところのものの法則、道徳的法則との対立における両者の区別のようなもの。この場合に後者は本質的義務を指定するが、しかし前者の指定するところのものは非本質的な義務に過ぎない。でこうして一つの行為の中に合同しているさまざまな義務をお互いに区別することを教えるのである。ところでここに注意を払わねばならない今一つの点がある。それは行為はまた主観的にも道徳的法則のために生じたのかどうか。それだからその行為は法則に従ってなされた所業として道徳的に正しいばかりでなく行為の確立に従う真意としても道徳的価値を持っているかどうかという問題である。上に述べてきたような練習ともっぱら実践的なものについて判断を下す我々の理性がこのような練習によって開発されるという意識とは理性の法則に対してすらそれだからまた道徳的に善なる行為に対してもある種の関心を生じせしめるに違いないということには疑いを差し挟む余地がない。実際我々は何かあるものを考察することによって我々の認識能力の使用が拡張されたことを感じるとついにはそのものを愛好するようになるのである。そして我々が何かあるものの中に道徳的な正しさを見出すとそのものは特にかかる使用を促進する。理性はもののこのような仮想的秩序において何をなすべきかということを原理に従ってアプリよりに規定する自分の能力をとりわけ好ましく思うようになるからである。自然を観察する者は初めは彼の感官にとっていやらしいと思われた対象でもそのものの有機的組織の中に素晴らしい合目的性を発見して彼の理性がかかる考察を楽しむようになるとついにはこの対象を愛好するようになる。それだからライプニッツは一匹の昆虫を顕微鏡下で丹念に観察しそれが済むとまたこの虫をそっと元の葉の上に返したのである。彼は昆虫を観察することによって教えられたことを知り、この昆虭からいわば恩恵を被ったからである。判断力はこのような働きによって我々自身の認識能力の拡張を感じさせるが、しかしまだ行為とその行為の道徳性そのものとに対する関心を我々のうちに生ぜしめるものでない。我々は判断力のかかる働きのおかげでこのような道徳的判定をもって自ら楽しむのであるが、しかしそれはまだ徳に、すなわち道徳的法則に従う真意に美の一形式を与えるに過ぎない。それだからこのような真意は簡単されはするものの、しかしまだ実際に求められているわけではない。彼女は称賛されて、しかも小声死にする。我々があるものを考察すると、その考察から主観的には我々の表象力の調和の意識が生じ、またそれとともに我々の全認識能力、ここでは語性と構想力が強化されたことを感じて、敵意の感情の生じることがある。上記の場合も全てこの類のものと同じことである。この敵意には他の人たちもまた
預かりうるが、それにもかかわらず客観の実在は依然として我々にはまだ無縁なのである。この場合に客観は我々のうちにある才能が動物性を超越している素質であることを自覚せしめる起源とみなされるに過ぎないからである。でそこで今度は第二の練習の仕事が始まる。すなわち道徳的真意を実例について生き生きと表示することによって意志の純粋性に気づかせるという練習である。しかしこの純粋性は義務に基づく行為において傾向性が規定根拠としてまだ意志に影響力を及ぼさない限りでは最初は意志の消極的完全性としての純粋性に過ぎない。生徒はこのような練習によって彼の自由の意識を注意深く見守るようになり、たとえ傾向性による動機を断念することは初めのうちは彼の心に苦痛の感情を生じせしめるにせよ、しかしやがてはこの生徒から彼には真実と思われていたところの必要、しかし実は傾向性から生じたによる強制そのものを除き、またそれと同時にこの種のあらゆる必要によって転覆されていたために感じざるを得なかったさまざまな不満足からの解放を宣するので、彼の心はこれまでとは異なる源泉から生じる満足の感情を受け入れるようになるのである。でこういう次第で心はいつも密かに自分を圧迫している重荷から解放されて軽快になるが、それというのも実例によって提示された純粋な道徳的決意がさもなかったなら彼自身にすら正しくは知られなかったであろうような内的能力、すなわち内的自由が彼に開示されたからである。でこの内的自由は運集し殺到する傾向性を振り切り、人間にとって最も好ましい傾向性すら我々が今度は理性をそのために用いねばならないところの決意に対しては全く影響を持たないのである。私の方に不正のあることを私だけが知っているような場合には、またたとえ自分の不正をあからさまに告白して、相手に何らかの償いを提供することは、私の虚栄心や利己心はもとより、私がその権利を侵害した等の相手に対する反感といっても、いつもなら必ずしも不当と言えないような反感が強く反対するにもかかわらず、しかし私が自分の心に引っかかっているこれら一切の気遣いを一掃することができるような場合には、傾向性や幸福な境遇には全く関わりがないという意識、そして自分自身だけで満足できるという意識が含まれているのである。それにまたこのように他を待つことなく自分だけで満足できるということは一般に他の点でも私にとって有益なのである。そこで義務の法則はこの法則の順法が我々に監督させるところの積極的価値によって我々の自由の意識に含まれている我々自身に対する尊敬の念を介して一層たやすく受け入れられることになるのである。自分自身に対するこのような尊敬が十分に確立され、また人間が内心の自己吟味によって反省し自分自身の目に自分が恥知らずの劣悪感として映るほど恐ろしいことはないと悟るならば、およそ良き道徳的真意にしてかかる自己尊敬の念に継ぎ木されざるはない。このような自己吟味における自分の姿こそ不潔な大敗的衝動が心に侵入することを防止する最良のそれどころか唯一の監視者だからである。私はここまで述べてきたことによって、道徳的等野及び練習の方法論に関する極めて一般的な確立を指摘しようとしたに過ぎない。義務は多種多様であるから、義務のそれぞれの種類に対してはさらに特殊な規定が必要になるだろう。しかしそうなるとまた別に一つの広範な仕事が要求されるので、本書における方法論のような予備的な小論においては充実した対応に留めておくことを良とせられたい。ここに2つのものがある。それは我々がそのものを思念すること、長くかつしばしばなるにつれて、常に居やます新たな感嘆と畏敬の念とをもって我々の心を余すところなく充足する、すなわち私の上なる星を散りばめた空と私の内なる道徳的法則である。私はこの二物を暗黒の中に閉ざされたものとして、あるいは超越的なもののうちに隠されたものとして、私の視界の外に求め、もしくはただ単に推測することを要しない。私は現にこれを目の当たりに見、この二物のいずれも私の実在の意識にそのまま直に
連結することができるのである。第一のものは、今私が外的な感性界の中で占めている場所から始めて、私自身をもつないでいる連結の範囲を拡張して、もろもろの世界を超えた彼方の世界や体系のそのまた体系を包括する計り知れぬ全体的空間に達し、またこれらの世界や体系の周期的運行とその始まり及び持続等をうちに包むところの無際限な時間に達するのである。また第二のものは、私の見えざる自己、すなわち私の人格性に始まり、真実の無限性を備えて、わずかに五性のみがかろうじて後付けうるような世界、仮想界において仮想的存在者としての私を鮮やかに顕示する。そして私はこの世界、しかしまたこの世界を介して同時に自由一切の可視的世界と私とのつながりが、第一の場合経験界におけるとは異なり、もはや単なる偶然的連結ではなくて普遍的必然的連結であることを知るのである。無数の世界群を展示する第一の景観自然界のは、動物的非創造者としての私の重要性なるものを波する。でこのような非創造者は、暫時私はその頂端を知らない。生命力を付与された後に彼を形成している物体身体を、この有性、これは宇宙におけるただ一つの一点に過ぎないに返却せねばならない。これに反して第二の景観仮想界のは、H 社としての私の価値を、私の人格性を通じて無限に高揚するのである。道徳的法則は、この人格性において動物性に関わりのない、それどころか全感性界に関わりのない性を私に改元する。少なくとも私の現実的存在がこの法則によって合目的に規定されているということから推知せられる限りでは、まさにこの通りである。そして私の現実的存在のかかる合目的規定は、この世における性の条件や限界に制限されているのではなくて、来世にまで無限に進行するのである。感嘆も尊敬も確かに我々の探求を支障することはできるが、しかし探求の欠陥を補うことはできない。すると我々の探求を有効な、そしてまた対象の崇高さにふさわしい仕方で行うには、何をなすべきであろうかと、この場合に実例は先人の過ちを繰り返さぬための警告として役立つが、しかしまた先人の優れた業績を学び取るための模倣の対象としても役立つであろう。で我々の世界考察は、この上もなく素晴らしい景観から始まった。人間の感官は、とにかくこの景観を我々に提示することができるし、また我々の五性はかかる世界考察の達する限りの広大な範囲にわたって、どこまでもこの考察を追求するに耐えるのである。だがこの世界考察はついに占星術に終わった。また道徳学は、人間の道徳的本性における最も高貴な特性、道徳性をもって始まった。実際にもこの特性の発展と開発とは無限の高揚を期待せしめる。しかしこの学はついに狂信あるいは迷信をもって終わった。研究の仕事の最も重要な部分が理性の使用に関わる試みであっても、もしその試みが粗本であれば、結果はいずれもこのようなものになるのである。理性の使用は足の使用と異なり、ただ反復使用したところで、おのずからその使用法が手に入るわけではない。まして理性の使用が普通の経験においては我々に直接に示されないような特性に関してはなおさらである。しかしたとえ遅かったとはいえ、およそ理性が心積もりしている今後の歩みをあらかじめ十分に考慮し、この歩みをこれまたあらかじめ十分に考慮した方法の軌道の上を進行させるという研究上の確率が、学問の世界において広く行われるようになってからは、世界構造、宇宙体系に対する判断はこれまでとは全く別の方向を取るようになり、それと同時に比類のない好結果を収めるに至ったのである。例えば石の落下運動や透析器による放物線運動は、かかる運動の諸要素と運動において表出されている力とに分解せられ、それが数学的に処理されると、ついには宇宙に対する明白にして永久に変わることのない洞察に達するのである。そしてこの洞察はさらに観察を続けるにつれて拡張を期待させ
こそすれ、決して逮捕を余儀なくすることを気遣う必要はないのである。ところで、上述の実例、自然科学におけるは、我々の本性の道徳的素質を研究するにあたっても、やはり奨励できるし、また、先と同様の優れた成果を期待せしめうるのである。我々は道徳的に判断する理性が我々に示したいくつかの実例を手元に持っている。そこで、これらの実例を、それぞれ基本的概念に分解するわけであるが、しかし今度の場合には数学は使用できないから科学に類する手続きを用いて、これらの概念に含まれていると思われるところの経験的なものを理性的なものから分別する。で、こういう実験を普通の人間語性常識について繰り返し試みることによって、経験的なものと理性的なものとがそれぞれ純粋に、またその各々がそれ自身だけで成就しうるところのものが何であるかを確実に知ることができる。で、そうすれば一方ではまだ十分な訓練を経ていない粗雑な判断の犯す誤りを予防できるし、また他方では実はこの方がはるかに必要である。奔放な天才ぶりを予防することができるのである。実際この種の天才ぶりときたら、賢者の石、非金属を金に転化するというの秘訣を得得したと称する錬金術師によくあるように、自然に関する方法的研究と知識等をいささかも用意せずに、彼らの夢見ている宝を約束し、かえって真の宝を捨てて帰り見ないのである。一言で言えば、批判的に求められ、方法的に始められたこの学、道徳に関するは、知恵の教えに通じる狭き門である。なお、ここで知恵の教えとは、我々は何をなせばよいのかということに関する教えを意味するだけでなく、知恵に至る道、すなわちおよそすべての人が例外なく行くべき道を平坦にすると同時に、またこの道を識別しやすくして、航路の人たちが、帰路に迷い込むことのないようにするためには、何が教師に基準として役立つかということに関する教えをも意味する。要するにこれ、道徳学は一個の学である。そしてこの学の補完者は、これまで通りやはり哲学でなければならない。この学における精細、綿密な研究は一般大衆の預かり知らぬところである。しかしかかる学的研究が実を結んだ暁に、初めて彼らに明らかにされうるところの教えには、彼らとても預からねばならないのである。